ご視聴ありがとうございます。今回は鳥取県の中部松崎駅に来ております。駅のすぐ近くにあった湯の花地母観音様の足元にも温泉が入っていて、もくもくと湯気が上がっております。久々にちょっとだけ出演のぽちゃんです。諸事情により最近はしり姉に入浴をお任せしていますが、また落ち着きましたら復活しようかなと企んでおります。湯加減をチェックしてみますね。ぬるめでした。早いものでこのチャンネルを始めてから1年が経ちました。今後ともご視聴者様にご愛顧いただけますようお祈りさせていただきました。観音様から歩いて1分、国民宿舎水明荘さんの展望貸切風呂にしり姉と入ってみますね。水明荘さんは日本の風光明媚な場所に点在する国民宿舎の第1号なんですよ。ただいま一部リニューアル工事中のようですが、家族風呂は利用することができたよ。建物の3階に2つの家族風呂があるようです。早速ですが着替えながら設備のチェック。エアコン、扇風機、洗面台にはドライヤーもあるよ。洗面台の蛇口からいきなり高温のお湯が出てきてびっくり。温泉は源泉かけ流しなんだね。水明荘さんは東郷湖のすぐ近くにあるんだよ。温泉の前に東郷湖が一望できる出雲山展望台に行ってみました。湖の底からも温泉が湧いているそうですよ。そしてこの湖ではシジミがたくさん取れるそうです。なので今回はシジミ汁の髪飾り、シジミスープ、ガチャポンの景品を改造して作りました。仕事終わってからこんなもん作ってるんですよ。地道な努力なんです。Daisy Sand is a popular anime with a long history in Japan. それではいよいよ浴室へ。おお、レイクビュー、絶景ですね。浴室にはシャワーもあるよ。ボディーソープやシャンプーもあるね。大きな浴槽には絶えず温泉が注がれてるよ。今回は絶景風呂をお届けできるよう360度カメラも持ってきたよ。いつもと違う感じのかけ湯になるかな。お湯の温度は41度くらいかな。pH値は 7.5 くらいの中性で、飲むこともできるそうよ。冷やして飲むと美味しいらしくて、肥満や糖尿病、痛風に効能があるそうよ。浴槽に手すりもあって安心だね。少ない段差で入れる浴槽だよ。温泉の成分が浴槽についてパパ、なんかやらかしそうな後ろ姿パパパ。ここでぽちゃんの豆知識コーナー。アワビってよく見ると顔があるんですよ。パパパパ、
明もお願いしますね。はい、それではシリネーの温泉レポートよ。東郷温泉は無色透明の無臭に近い温泉だわ。泉質は塩化物、硫酸塩泉。源泉の温度は49度くらいだから加水や加温なしで楽しめるのね。温まってきたからちょっと外に出てみようかしら。でもね、朝雪降ってたんだよな。気合い入れて外に飛び出してみるわね。逆さ東郷湖からのレイクピュー。池が荒れていて波の音が聞こえます。しかもこりゃ丸見えだな。もう一回温まってしじみ食べに行きましょう。東郷湖のしじみを使ったラーメンが食べられる琴浦町のみそのさんにやってきたよ。おいしいしじみラーメン、オルニチン効果で体の中から健康になれるね。最後までご視聴ありがとうございました。